さあ3本目の動画始めていきたいと思います。インハイエース横浜町田店、はい、もう営業スタッフの厚さ、またお顔が違うぞと、また違う方が出てきたぞと、選手層が厚い、選手層が厚いと。改めましてゴンダマンです。三田です。ハイエース横浜町田インターテン営業の松崎と申します。お願いします。よろしくお願いします。引き続きお車紹介ということで、一押しの車両発表をお願いします。はい、バージョン5の内装仮装車になります。バージョン5、僕と丹田さんでなんで講義を仕掛けていこうかと。そうだね、店舗では松さんと呼ばれているそうなので、はい、僕らも松さんと呼ばせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。汗すごい。いや、汗すごい汗。現在時刻がね、14時55分でございます。だって今で26度ある、はい、いや、楽しみなのが、はい、バージョン5は松くんのもうチョイスなんでしょ。なんでバージョン5なの。普段やっぱバージョン1とか 1.5 とか数っていうのは多分うちの在庫的に多いと思うんですけど、うん、意外といいんだと思います。うん、ご提案で。なるほど、はい、松さんが思うバージョン5こんな車だっていうのを一言いただけません。やっぱり、7人で前向きに悠々ってここです。お、いいですね。あ、なるほどね。バシッとここでね、言い切れるあたりが、そうだね、車のことやっぱ分かってるぞっていうところの安心感。そうだね。まず、はい、内装仮装で言うと多分2列目が2人掛けか3人掛けか、うん、それが多分大きく分かれてる。このタイプはもう見たら分かるんですけど3人、で通常のハイエースワゴンの純正の配列だと2列目が2人掛けだと内側に寄ってて、そこにスペースが空けてたんですけど、まあ、こちらは3人掛けになってるんで前に2人かも3人、アレンジエースと似てると思うんですけど、バージョンするとで、エースの場合だと後ろがまあフルグラスになってて、4列目が純正のシートがあって、後ろ向きで1人という感じなんですけど、このバージョン5に関しては見てくれ、ゆったり乗れるスペースがある。確かに、まあ、ワイドボディの空間、まあ、ワゴンに関して2人をこの、ね、シートの幅で座れるってかなり貴重だと思います。それこそファインテックツアラーみたいな、ああいうゆったり空間3列目に入ってるのはいいポイントだと思うんですね。ああ、ちなみに松さん、セカンドシートじゃあ今3人掛けのシートになってるじゃないですか、はい、この3人掛けシートになってるメリットってあるんですか。まあ、例えば5人家族の場合だったら、まあ、2、3で5人でここまでで完結できる、プラス2人とか乗せる場合があると思うんですけど、そうすると7人になるんですか。純正シート使いながら7人以上って感じなんで、はい、実際座ってみると狭いっていう声が割とある。ただこのバージョン5に関しては3列目で使って7人で前向きで長距離も移動できる。そもそもがこれ10人乗れるっていうお車なんですよね。快適に座ってドライブしていただこうっていうシートをちょっと前に寄せてる感じ。そうです。あとは、それこそ今ファインテックって言いましたけど、ファインテックも確かに10人乗れるんですけど、こちらに関してはフルフラットができるんですよ。そこだ。ファインテックできないですね。そうですね。確かに、この車のところかな。なるほど。前向きで7人乗れて、フルフラットもできて、それも車中泊もできる。はい、質問です、はい、前向き7人っていうことは残り3人は後ろ向きになっちゃうんですか。そうです、後ろ向きに乗れる形になってて、あと、紹介しますか。どうなの。この状態で乗りたいですね、これだ。こんな感じでうちの内装仮装の中でも珍しい4列目が、純正じゃない、そうだね、バージョン3とか、バージョン5、2つぐらいしかないと思うんですけど、これだとちゃんと勉強してる。いや、本当に分かってない方が面白かったのに。本当にね、分かってないふりしてる。分かってないふりですよ、そんな。そんな、そうなんですか、いや、知ってるでしょって思って。勉強してないやつに会いたい。勉強してないやつに会いたいのに、みんな知ってんの。前から2、3、2、残り3人が後ろ向きでここに座る形で、乗員10人の確保っていう形。なるほど。ワイド版だとどうしても5人ですか。そうです。このミドルサイズですと座れて5人なので、まあ、同じサイズ感で7座れると。そうなんです。後ろは、まあ、席として登録されてるけど、どこか版っぽく座れちゃう。そう、座れるっていうか、まあ、荷物も詰めて座れちゃうという。そう、だからハイエース版みたいにもうあくまでも5人までですよってこう制限されたんだけども、6人7人乗りたいけども版みたいに荷物積みたいような、あ、もうめちゃもう叶えられるとこ。結構いいとこ取りしてるっすよね。もう最強バンの、もう最強。あ、ごめんなさい、触れ損ねておりました。この車両のお問い合わせ先概要欄に記載してあるので、ぜひチェックしてみてください。そうなの。お願いします。そうなの。そうなの。そうなのじゃないでしょ。はい。
ドライビングモードっていう形でこのシートの状態をご紹介いただきましたけど、はい、使い方としては先ほどキーワードに出たフルフラット、はい、それ以外はあったりするんですか？フルフラットとあとは2列目3列目のところを、うんうん、対面対面で3列目が前向き、うんうん、2列目が後ろ向きにすることができて、うんうん、中で緩和したりとか縮めしたりとかっていうのもできます、うん、なるほど。そこはちょっと厳しいんですけど、うんうん、厳しいっていうか後ろ向き仕様でのシートベルトが設定されてないから、まあ、原則ダメだね。そうですね、うん。で両サイドは木枠のボックス組まれていて上にマットが乗っていると、はい、これ中はどういう感じになってるんですか？はここにスペースになってるので、うんまあ、ちょっとしたものであれば入れることは可能です。なるほど、収納としても使えると、うんうん、こちら側も一緒ですかね？覗いていきましょう。ありがとうございます、うんうん、一緒ですね。でもあそこにもありますね。そちらもチェックしていきましょう、はい、ここにアクセサリーポンプのコンセントがあって、あ、本当だ、車載コードが入ってますね。なるほど。で側面には AC のコンセントついてますね。そうですね、走行中であれば使用。なるほど。ダッシュボードの下にあるあれと連動してると。そうです、一緒です。ちょっと対面の状態も見せていただいていいですか？わかりました。お願いします。3列目残しで2列目だけひっくり返すっていうイメージですかね、うん、なるほど。もう今あれですね、こうやって時計を見ているわけで、どのぐらいの時間をかけて変身ができてしまうのかっていうところも分かる現状でございます。そうだね、今始まって約22秒、うん、すごい、いいですよ、ペース好調でございます。おっと、腕時計見せ続けていて画面に何も映してませんでした。神田さんが撮っていると信じたい。はい、画面が変身しております。時間を見ていきますと58、59、1分経過でございます。まあでも大きく形は見えてきましたね。今シートが後ろにガチャンと進んで、でヘッドレストの取り付けが進んでいくのかなと。もっともちゃもちゃしてほしいなもっとできない できない社員を見たいな。すごくテキパキしている。テキパキしてんな。テキパキしているな。進んでいきます。いや、できない具合が欲しかったな、うん、はい、しました。そんなこんなで、15分7なので約1分40秒。あ、ちょっとかかっちゃう、うん、いや、タイムアタックじゃないんだから。そうだ、ね、こんな感じですね。セカンドシート、まあ、これが対面状態っていうところで、はい、まあ、あれですよね、キャンプ場とかでテント張って中に椅子を立てて、はい、で室内で飯を食べる空間として使う方もいらっしゃいますけど、車を添えてシート変形させればそれがもう叶うと。そうです、うん、非常に面白いシートアレンジだ。どうですか、座り心地？個人的には結構いいかなと思う感じ。うん、うん、まあ、結構ふかふかしてますよね。でもそうですね、うん、反発も強めで純正シートに比べたら間違いなくいいと思うんですよね。うん、シートもこう R がついてるというか成形されているというか、そうです、うん、体にフィットする系のシートですね。そうです、まあ、どうしても反転させると裏側に関しては平らになっているんですけども、まあ、クッション性は失われておらずといったところで、まあ、そもそも走行中は座れませんからね。そうです、うん、走行中の状態がリラックスできればいいのかなっていうふうには思いますね、はい、でそのサイドボックスとかも地味にベンチの拡張というか、そうです、そうです、 L 字型で使えると、はい、これバージョン5の何状態っていうんですかね、これは。対面式の、難しいですね、まあ、対面状態ですかね。対面状態だね、うん、この状態からさらに進化を遂げるとすればバージョン5はフルフラット。フルフラットですね。全部のシートを後ろ向きにしてもあんま意味ないですもんね。そうですね。もう一個欲しいの、はい、私の。何ですか、タンダさん好きな形。そのサードシートの人が足を伸ばして座れる前向きで。ああ、なるほど。そうやってゆったりドライブしてほしい仕様に作ってほしい。あ、オットマンみたいな感じでセカンドシートを利用して3列目贅沢に使おうぜと。そう、そこバージョン5のいいところ。タンダさん、これか、この状態ですか。これが好きなの。やっぱりオーナーさんは運転席ですよ、ね、欲しい欲しい言ってるオーナーさんはここで後ろ好きに乗っていいよと。4人でこれかっこよくないですか。ちょっとね、贅沢すぎますな、これは、ね、まあ、ハイエースを詳しくない人だとか見たことない人で、はい、ハイエース、まあ、商業車ってイメージだとかで、はい、ハイエースで出かけんのっていうので内装こんなになってたら感動するよ、うん、これいいでしょ。これめちゃめちゃいい。これめちゃめちゃいいでしょ、まあ、4人家族にしろ、これも子供もすごい喜ぶから。でパタンと後ろに倒しながらゆったり寝ながらうたた寝しながらも出かけれるし、このフリップダウンモニターの活躍バッチシだよ、まあ、長時間ちょっとドライブ苦手な子供とかもこれならもう全然いけると思う。さあ、そんなところでフルフラット状態いってみましょうか。はい、わかりました。バージョン5フルフラット状態見せてください。
こんな感じですね。フルフラット状態です。さっきの座席どこ行ったっていうぐらいね、平らになりました、うん、綺麗にベッドマットとの高さも合っていて完成しております。いいっすね。このフルフラット状態になることの魅力って何なんですかね。やっぱりバンとかだとベッド2つけて車中泊なんですけど、まあ、ワゴンの10人乗りでも車中泊ができるっていうところ、うんうん、あとはまあ荷物もまあ臨時で、例えば引っ越しじゃないんですけどたくさん荷物載せた時とかはフルフラットにしたら、うん、まあ、この空間フルで使えるんで、うんうん、まあ、1枚何か引いて乗せてっていうのも使い方としてできるかなと。じゃあ逆にハイエースワゴン純正の10人乗りのシートをイメージしていただきたいんですけど、はいはい、あれで5人6人車中泊したいよってなったらどうご提案されますか。大人5人は正直難しいんで、車中泊なかなか難しいですよね、うん、例えばリクライニング加工して3列目とかからベッドキット組めるよってパーツはあったりしますけども、どうしても純正のワゴンですと座席自体が邪魔になるんですよね。座席の下の空間に体突っ込んで寝ますよとかだったらワンチャンいけるかもしれないですけども、今回のバージョン5に関してはシートそのものがベッドになると、これなかなか純正のハイエースワゴンじゃ叶えられないレイアウトなのかなっていうふうに思いますね。本当に思い切った内装かそうだよね。思い切ってますよね。長さで言うとこれどんなもの取れてるんでしょうか。室内で言うと、はい、ここから運転席の後ろら辺まで3メートルぐらいは、うん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 、まあ、実際寝るってなると体弱ぐらい、うんうん、うん、全然余裕だと思います。余裕ですね。まあ、女性であれば横でも。そうですよね。川の字 何人分いけんだっつぐらいね。そうです。そうだね。寝れちゃう。松さん、先ほどお話ししてた、快適くんでしたっけ、充電くんでしたっけ、充実配線さん、はい、充実配線さんとか組んだら、うん、この状態でね、車内でシアタールームみたいなこともできるし、うん、スピーカーとかも増設してもいいと思うし、やれることはたくさんあると思うんですよね。見てる方が気になってると思います。いやでもお高いんでしょと、純正のハイエースワゴンとかに比べたらシートも交換されてますし、おおよそおいくらぐらい高くなっちゃうんですか。普通のハイエースワゴンにプラスでローリングとかシート入って、うん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 、多分100、20、30。そこはやはり現実ですよね。しっかりと伝えるべき部分だと思いますし、うんうん、そうだね。ただその金額以上のものがやっぱりできてくるよね。こういう風に出かけられるようになったよっていうのも思い出作りとしてもね、まあ、例えばその100、20、30万増えちゃった、うん、価格として高くなってしまう、それは事実ですけど、肉四駆の設定でうまく帳尻を合わせていったりだとか、アルミを純正鉄鎮にホワイトリボンとか、はいはいはい、そういう可愛いようなデザインにしてロープライスに抑えていくだとか、うん、やり方とかいっぱいあると思うんですよ。先ほどまでの動画でハイエース横浜町田店の物販スペースとか、まあ、いろんな車両拝見したんですけども、提案力が強い。強いね。もういろんなパターンをスタッフが知見持っていて、うん、おおよその価格帯のアッパーと中どういう風に組んでいきますかっていうところはプロですので。そうですね、はい、3年目だからね。3年目だからね。3年目だから、うん、ぜひ松さんにご相談いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。いかがですか丹田さん、このフルフラットの状態で他に触れておきたいなっていうこととかあれば。ほんとね、もう買って乗ってみてっていうところ、うんうんうん、フレックスのスタッフってこう最初から全て案内しすぎないところがあるじゃないですか、うん、これあった方がいいよ、これあった方がいいよ、でも乗ってからでいいなって思うアイテムとかあるじゃないですか、うんうん、サードシート両脇がこう家具になってるんで、例えば、まあ、首都高とかカーブがものすごく多かったりとかして、うん、横に振られることが多いんだよね。なるほど。だから割と大きめな抱えられるようなクッションとかあると、こう体重寄せれるものが両サイドにあると乗りやすいんじゃないかなってね、こっちに来て思った。なるほど。両サイド空いちゃってますからね。そう、体重預けれるところがサードシートないなと思ったんだよね、うんうん、そういうクッションも本当、まあ、ホームセンターなりって今多いじゃない、うん、そこであると、まあ、キュッと体が収まるよと。ナイスアドバイスです、丹田さん。さあ松さん、ご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、オリジナルシートアレンジバージョン5、バージョン5、いろんな提案の仕方を教えていただいて、で撮影の中でも発見できた使い方っていうのがまたね2つあったりして、あったね、非常に気づきの多い動画だったかなというふうに思います、うん、何か伝えることがあれば残していただきたいなと思っております。わ、はい、かりました。何かありますか。あります、はい、横浜町田インター店16号沿いに面していて、はい、かなり交通の便もいいの で、うんうんうん、であとは、スタッフすごい若いので、うんうん、話しかけやすいと思いますし、営業も熱く
くやっておりますので、ぜひともご覧いただければなと思います。ありがとうございます。ちなみにブログとかも書かれてるんですよね。そうです、ちょうど僕が担当させていただいてて、はい、ブログ投稿頻度最近上げてやってるんで、そちらもチェックしていただいて、来た時にブログ見ましたよっていただけるとすごい嬉しいんで、こちらもお願いいたします。頑張って、ありがとうございます。あまりそのフリックスチャンネルでブログっていうキーワードって出てこないですよね。各店舗ごとにもうブログっていうものを更新しておりまして、まあ、頻度は店舗によってまちまちなんですけれども、うん、店舗で起こった出来事であったり、うん、カスタムこんなこと今日やってますであったり、うん、ご乗車されたお客様こんな方でお車のお写真こんなんですよっていうのを添えたりしている、うん、まあ、非常に楽しいブログであると。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。